キンラーメンです。今日はもうこれしかご飯がありません。あとですね、食パン&チキンラーメン、この組み合わせ案がいいんですよ。美味しいんですよ。いただきます。もうこれを汁につけるとすごく食パンが美味しくなります。チキンラーメン美味しいでしょうね。すごく味が飽きないですよね。で、こうやってパンを汁につけて食べると、ね、外人とかあのスープにパンを浸して食べたりするでしょう。それがとても美味しそうで、こうやってチキンラーメンに食パンをつけたら美味しかったです。ご飯炊くのもね、時間がないし面倒くさいときはこの組み合わせが一番ですね。ぜひ試してみてください。こうやっても美味しいかな。ロール、食パン、チキンヌードル、うん、うん、あとさま。